こんばんは、速稼塾の久保です。今日もね、持続化給付金について入金があったということをご連絡いただきました。今日は7月1日なんですけども、私のところにね、持続化給付金について100名以上の方のお問い合わせがあって、で100名以上の方がですね、申し込みをされました。で、前回までに60名ぐらいの方がもうお金を受け取ったよってことで、総額でですね、5000万以上が皆様の手元に渡ったことになります。本当に速稼塾の放送をね、ご覧いただきましてありがとうございます。で、今日はですね、持続化給付金の入金がありましたという連絡になりますけども、このように、出されております。メールをいただきました。今日は1通だけ紹介させていただきますね。久保さん、夜分すいません、久しぶりのご連絡です。今これね、22時半ですからね。で、昨日100万円の入金がありました。当初は私には関係がないことだと思っていました。そのうち久保さんからの次々の情報に、もしかしたらと思い始めました。とはいえ、相談できる税理士さんもいませんし、考えあぐねていました。そうするうちに大分の松本様の情報をいただき、メールを差し上げたところ、ご親切にいろいろ数回に及びアドバイスをいただきました。そしてその間、紆余曲折ありましたが、昨日入金がありました。おめでとうございますね。これも何度も何度も情報発信をいただきました久保さんのおかげです。本当にありがとうございました。来年の税金のことはありますが、これでオートチップも少しは組めると思います。まずは報告までということで、本当にね、良かったですね。大事なのは、この情報が自分に関係があるんじゃないかなってことを気づくってことなんですよ。そしてその後は、どういうふうにやったらそれが解決できるのかなっていうふうに、やっぱりね、考えていくことだと思います。今回は私がね、しつこくしつこくこの速稼塾の放送を見ている方のほとんどの方が、持続化給付金が関係ありますよと、100万円もしくは200万円を必ず受け取ってくださいと、申請は非常に簡単ですということをね、繰り返し申し上げました。そして100名以上の方が申請をしてくださって、開業届を出したりね、修正申告をしたりとかして、100万円なり200万円をね、受け取っていただいて、1人で600万を受け取った方もいらっしゃいます。ということでね、皆さんのところに、まあ、お金がね、100万円とか200万円がどん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 入ってるということでございます。いやー、私も嬉しいですよ。今日はね、その他こういう方から連絡いただいております。鈴木さん、100万円っていう方ですね。また牛タン食べに来てくださいさん、この方も100万円入ってます。で、 S さん100万円、 M さん100万円、速稼塾こそ我が人生さん100万円、ありがとうございます。久保さん、たけしですさん100万円、たけしさん、ご無沙汰しております。で、舞さん100万円、あ、舞さん元気ですか、ご結婚できましたかね。彼氏と仲良くやってください。で、あと法人が4社で、それぞれ200万円ということなんで、合計800万円で、いくらになるんですかね。100、200、300、400、500、600、700、800万と800万、1600万ですね。今日は1600万の皆さんのところに入金があったということなんで、私がまあ1億円ぐらいは皆さんのところに行くんじゃないかなっていう金額が、もうあと2000万ぐらいになったかなってところでございます。本当にね、私の情報を受け取ってくださってありがとうございます。で、今日はその他にね、2つお知らせがあります。1つはね、この持続化給付金を取得された方なら、ほぼ受け取れる最大600万の家賃補助です。これだけ今日一方でお伝えしておきます。そして、今日ね、プリントアウトしてきたのは、そうですね、音楽とか芸術活動されている方、照明とか音響もそうですけども、書道とかね、絵とかね、それから手品もそうですし、大道芸っていうのも当てはまります。こういった文化芸術に関する各種支援っていうことがあります。こういうふうなね、ことも今回の感染症騒動にまつわる損失補填の一環として紹介されています。文化庁のホームページを見ていただければ出ております。例えばですね、コンテンツグローバル需要創出補助金5000万円までということです。で、その他、家賃補助が600万300万というのは、現在検討中、準備中ということですよね。その他、緊急小口が20万、これもね、多くの方が該当すると思います。で、劇場、音楽堂、博物館、感染病予防のための400万円、もしくは博物館時間制来館システムを導入の300万円、博物館の新しい鑑賞モデルの導入1000万円、博物館とエンタメコンテンツとの連携を支援3000万円ということで、まだまだ出てますよ。本当にね、いっぱい出てますんで、これのどれかに自分が当てはまる、もしくは知り合いの方の誰かが当てはまるものばかりです。本当にですよ。
本当にね、ほとんどの方に今回は当てはまる、1億人全員と言ってもいいぐらいどれかに当てはまりますんで、ぜひご活用いただきたいと思います。やっぱり情報に気がつくことと、それをもう文章化するっていうんですかね、やっぱこういうふうな申し込みには必ず書類が必要ですから、その書類が得意であるってことはやっぱりすごく大事なことです。世の中にはですね、デスクワークって言って書類事が得意な人が大きな所得を上げて、書類事が苦手な人がやっぱり労働だけでお金を稼ごうとするんですごく大変な思いをするってことがありますんで、途中からでもいいんでね、書類が上手になって行政処理能力、文章能力、いわゆる伝える能力を磨いていこうかなというところでございます。それではね、今日メールいただいた方本当ありがとうございました。今日は1600万の入金があった、入金があったですよ、入金があったということで報告できたことを嬉しく思います。引き続きよろしくお願いします。